エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は光栄武器を持ち始めた時に絶対意識するといいこととなります。光栄武器をいくつか使っているとそれぞれ癖はあるなと思いますが、共通する部分はあるなと常々思います。特にクーゲルとトラストを使い分けて思うのが、武器の連動以外に立ち回りに関する部分の共通点が多かったなということです。ということで今回は初心者でも光栄武器を使う上で共通して意識したいことを次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。最初に押さえておきたいのは一人にならないことです。光栄にとって一人になる時っていうのは状況的に悪いことが多いからです。まず一人になる状況というのは考えてみたいと思いますが、前線が上がっているのに取り残されている、味方がやられて一人になっているの2つが大きく挙げれるかなと思います。一人にならないというか一人になる状況を作ってしまってるとも言えますね。この状況になってしまうと、そもそも味方が前にいようが後ろにいようが連携を取るっていうことは正直難しいです。で、この原因なんですが、ポジションにこだわりすぎてその場に留まっていると起きやすい状況かなってよく思いますね。光栄として大事なのは味方との連携を取って前衛の生存率を上げつつ相手を抑え込むっていうことが非常に重要です。そのためポジションだけに依存してしまうと、この連携が取れず孤立する羽目になってしまうっていうわけです。これが一人になる原因ですね。なのでなるべく一人にならないように前に出たり下がったりするようには気をつけておきましょう。まあ、ただ前に出たらデスするじゃんと思うかもですが、前に出て危険を察知してから逃げるっていうことは絶対覚えないといけないことです。なのでランクが低いうちとか慣れないうちにその状況を覚えるようにして、ガンガン前に出たり下がったりするようにしましょう。続いては味方を放置しないこととなります。これは光栄だけでなく前衛でも言えることですね。というのも X マッチなどをしているとよく見るんですが、味方が戦っているところに火星に行かない味方っていうのは結構多いです。で、この火星に行かないっていうことにより味方がやられて打開のきっかけを与えてしまうっていうことが多いんですよね。で、これに関してなんですが、まあ意外と距離が近いにしても見てるはずなのに勝手に倒せるっていう判断をして放置してしまうんですよね。このなんですよね、自分が勝手に味方は倒せるって思ってしまうことから打開につながるっていうことが結構多いです。ただこの状況に関してなんですけど、まあ、全て前衛に処理しろ、味方に処理しろっていうのは正直難しい話となります。なので、こういった場合は、味方にカバーを頼るのではなく、視野が広い光栄がこのカバーを徹底する方が効率が良かったりします。味方が戦っているのを発見したら、とにかく横取りをするぐらいの気持ちで攻撃するようにしていきましょう。意外とこういったキルを取れるようになると、キル数が伸びやすくなります。戦っていた味方がやられずに敵を絶やせるようであれば、人数有利を作ることにもつながりますので、その後が攻めやすくなるというわけですね。ルール関与をする時間も稼げますので、味方との連携を自分から作っていくように意識してみましょう。自分の前に味方のネームが常に見えるように移動すると、カバーがしやすくなるかなと思います。ちなみにですが、前衛が光栄に合わせるっていうのは無理と思っておいた方がいいです。前衛武器は基本前を見て動いてますからね。対面も多く足場も悪いので視野が悪くなりがちです。さらに背中に目はありませんので、こちらとの距離感も測れません。なので光栄から合わせるようにしていきましょう。続いては最大射程を意識するっていうことです。光栄使っているから当たり前と思われるかもですが、これが意外と抜けがちですね。というのも、最大射程で攻撃を意識するというところは、決まったポジションからだけになりがちだからです。この場合、ポジションが取れれば最大射程で自由に動けますが、ポジションが取れない時っていうのは、その行動ができなくなるんですよね。
こうなると打開をするのが難しかったり、公営が失敗しやすいっていうのがあるかなと思います。これを解決するには焦らず最大射程で狙い続けるっていうのが重要となります。打開が難しい草や温泉で考えてみたいと思いますが、過去に視聴者の動画を見たとき、最長射程を活かせてないことが多かったマップだなと思ってます。というのも、打開が難しい草やは押し返しというのが難しいため、焦って段差を降りてしまうということが起きます。そのため防衛時に最大射程ではなく、とにかく攻撃を少しでも近く当てれる場所に移動しがちになります。こうなってしまうと敵の攻撃が逆に当たりやすくなるため、デスのリスクが大幅に上がってしまうんですよね。最大射程を意識するというのは、何もポジションにいる時だけではないというわけです。マップのどこから攻撃すればどこに届くのか、散歩などをして感覚をつかむ必要があるというわけです。もし勉強するのであれば、ガチアグラのルートが敵の攻めルートに似ているので、ルートに攻撃を当てれるように場所を探してみるっていうのが一番いい練習になると思いますね。まあ、最初のうちにこれを徹底しておけば、後々攻撃の防衛の硬さにつながってきますので、意識することはとても大事かなと思います。最後にですが、デスした原因を覚えようとなります。これに関してはマッチング中に意識したいこととなりますね。というのも、敵の動きっていうのは試合の中で戦略が変わるということはそこまで多くありません。もちろん上位になれば戦略が次々と変わるので対応力がいりますが、ある程度までは一つの行動を繰り返す傾向っていうのがありますね。例えばですが、やたら裏取りを狙う前衛がいた場合、成功するまで続ける傾向があります。こういった抜けによって自分がデスした場合は、それに注意して同じデスを繰り返さないということが重要となります。こういったデスをした場合の対策は簡単で、デスした原因を覚えて対処するということを徹底するだけで良くなります。敵は一度成功するとどんどん同じことを繰り返してきますからね。それを狙って返り討ちにするというわけです。ここで抑えれるようだと、敵一人を先端に仕向けることができますので、試合展開を大きく変えれるんですよね。意外とやられた時の原因を覚えて対策するのは大事ですので、嫌なデスほど覚えて対策をする、対応をするっていう風にしていきましょう。ちなみにですが、後衛がデスした時というのは、よっぽどの前衛でない限りカバーはしてくれません。自陣で敵が暴れていようが、無視をする前衛もたくさんいますので、自分で処理するようにしておきましょう。処理した後は同じことをされないように、足場を整えたり、移動ルートを潰したりと対策を練ることが大事となります。はい、ということで今回ここまでとなります。後衛武器を持ち始めた時に絶対意識するといいこと、いかがでしたでしょうか。今回お話ししたことは攻撃の基本部分となりますが、意外と抜けがちなことが多いのかなと思います。というよりも徹底するのがメンタル的に難しい行動なのかなと思いますね。焦ってしまうと前に出すぎたり下がりすぎたり難しいんですよね。なるべく意識をしながらプレイしていきたいところです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。